ガードナー、この第3クォーター最初から入っています。岡田から金丸、フライングしたフローター決めていきました。いや、あの金丸選手とあの右に行った時のああいうショットって体勢悪くてもかなり確率よく決めるんですよね。そうですね、うまいですよ。新潟、それに対して三河は熊谷がどこに行くか。金丸、金丸、ここも同じようにフローター、同じような形でリコンを決めてきましたね。そうですね、やはり右手 の、 あのフローターショットって非常に精度高いんです。ショットが決まりました。ハミルトンダンクをお見舞いして、そうですね、ですね、上田選手のここですよね。ここもフローター。少しここ金丸にボールが通ってきましたね。47対42、パー7ポイントのリード。どちらもこのゴール下での強さというのを見せてきています。ガードナーから金丸、金丸が乗ってきましたね。いや、今のも本当にうまいんですよね。スクリーンをうまく使ってボールをもらった時には完全なフリーな状態ですよね。そうですね、オープンで打てるという。